言葉って不思議。過去の偉人たちが書き連ねた言葉を見ているだけで、その人がどんな性格だったのか想像できる。私が演じる毛利元就もたくさんの言葉を残してるわ。その言葉たちを一つずつ手繰り寄せて私の体に落とし込んでいけば元就に近づける気がする。星見さん。あ、天道さん、どうしたの？役作りは進んでいますか？ええ、ゆっくりとだけど。その星見さんが手にされているのは元就の本ですか？希代の豪商毛利元就。元就が残したたくさんの手紙や名言をもとに元就の人物像を探っていく内容の本なの。元就の名言ですか。例えばどういった言葉があるのでしょうか？一年の計は春にあり、一月の計は1日にあり、一日の計は啓明にあり。現代語に翻訳すると、一年の計画は春に立てなさい、一月の計画は月の初めに立てなさい、一日の計画は早朝に立てなさいっていう意味よ。なるほど、元就の几帳面で真面目な性格が読み取れる言葉ですね。それから、我天下を警防せず、私は天下を競うつもりはない、天下を望むつもりもない。元就は中国地方の大半を制覇して天下を狙えた力を持っていたのに、それ以上勢力を伸ばそうとしなかった。それは無用な戦を回避して毛利家を守るためだったと言われてるわ。言葉は人を表すと言います。武将が残した言葉から役作りを進めていく星見さんのアプローチは大変興味深いです。ありがとう。天道さんが演じる武田信玄もたくさん名言を残してるわよね。ええ、例えば、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。現代語に訳すと、人は城であり、人は石垣であり、人は堀である。情けをかけることは味方となり、害を与えれば敵となる。人の力が合わされば強固な城となる。だから人間関係を大切にするようにと信玄が家臣たちに説いた言葉だとされています。家臣を大切にした信玄らしい言葉ね。他には、およそ戦というものは五部をもって上となし、七部を中となし、十部をもって下となす。五部は励みを生じ、七部は怠りが生じ、十部はおごりを生ず。戦は五部ぐらいの勝ちがちょうどいい。七部や十部の勝利を得てしまうと油断や怠慢が生まれてしまうという言葉です。それは私たちにも通じる言葉かもしれないわね。もし完璧な演技をして自分に満足してしまったら、努力をしなくなってしまうかもしれないもの。完璧を求めて日々の稽古に励む、それが私たち舞台少女ですから。必死に生きてこそその生涯は光を放つ、織田信長の言葉。最も多くの人を喜ばせたものが最も大きく栄える、徳川家康の言葉。武将たちの言葉は時を超えて数百年経った今の私たちにも影響を与えてる。いいな、いつか私も。ん？あ、いいえ、何でもないの。言葉にすれば願いが叶うと言います。星見さんが言いかけた言葉も口に出せば叶うかもしれませんよ。そ
その武将たちの名言みたいに、私の言葉も未来に残ればいいなって。何バカなことを言ってるのかしら。私ごめんなさい、今のはなし、忘れて。残しましょう。え、歴史に刻まれるトップスターとなって、私たちの言葉を。天道さん。月の輝き、星の愛、あまたの光集めて、今あなたの心に届けましょう。99期生主席天道真也、今宵きらめきをあなたに。さあ星見さんも。ええ、人には定めの星がある。きら星、明け星、流れ星、己の星は見えずとも、見上げる私は今日限り。99期生星見純奈、掴んでみせます、自分星。もしも私たちの言葉が歴史に残れば、いつか誰かが私たちを演じてくれる日が来るかもしれませんね。そんな未来が来たら素敵ね。頑張りましょう星見さん。ええ、武将たちに負けないぐらい。信長の凄さっていうのは、戦よりも政治にあると思うわ。政治？まず日本史の授業でも出てきた楽市楽座、これは簡単に言うと、誰でも自由にお店を開いて商売ができるようになったということ。戦国時代は座と呼ばれる組合が商売を独占していたの。でも信長はその組合を解散させて、経済活動を自由にさせた。こうすることで経済が活性化して豊かな国になる。すると他の領地から人がどんどん集まってくるでしょ。そっか、人がいなくなった大名は弱くなるから。そう、信長は無駄な戦をしないで着実に勢力を伸ばしていったの。なるほど。それから忘れちゃいけないのが南蛮貿易ね。信長はキリスト教を保護して、海外から鉄砲や火薬、新しい技術をどんどん手に入れたのよ。日本で初めて地球儀を手にしたのは信長だって言われてるの。宣教師から地球儀をもらった信長は、日本の小ささを知って世界に目を向けたらしいわ。そうなんだ。きっと本能寺の変がなければ、信長の夢は世界へと向かっていったんでしょうね。うん、ありがとう。あなたのおかげで信長のことをよくわかった。どういたしまして。ちょっと思ったんだけど、信長と元就はどんな関係だったのかしら。二人に接点はなかったらしいわ。同時代に生きていたとはいえ、元就は信長のお父さんよりも年上だから。そっか。ん？どうかした？もし二人が戦場で会ってたらどうなってたんだろう。本当にいいの？だって面白そうじゃない。歴史のもしもをエチュードで演じてみるなんて。うん。シーンは戦場で出会った元就と信長。やってみよう。毛利元就、希代の豪将と呼ばれた貴殿に会えるとは、この信長嬉しく思うぞ。おお、そこなるは織田信長か。桶狭間では10倍の今川軍を打ち破ったと聞く。私も会いたかったのだ。貴殿がすごいのは、出陣直前まで味方の誰にも奇襲を知らせていなかったことよ。味方のうちに患者が紛れ込んでいるかもしれぬからな。それから武田の最強騎馬軍団を蹴散らした長篠の戦も実に見事だった。まさか鉄砲を3000丁も用意して戦に挑むとは。織田信長にしかできぬあっぱれな戦よ。い
やいや、戦だけではない。貴殿の凄さは。ストップ。え？今のは何か違う気がする。ごめんなさい。そうよね、元就はあんな感じじゃないわよね。信長が目の前にいるって思うとつい。信長のこと好きなのね。今度は戦場にいることをもっと強くイメージしてやってみよう。ええ、もう大丈夫、切り替えたわ。ほう、そこなるは桶狭間で今川義元を討ち取ったという尾張のうつけか。何？その年にしてなかなかの戦上手と聞く。して毛利の地に何用だ？知れたことよ。この信長に服従すればよし、歯向かえば踏み潰すまで。血の気の多いことだ。私は天下を望まん。だがこの地を侵略しようとする者に容赦はせん。ならばこの信長と戦うと申すか？ああ、毛利の底力をお見せしよう。うん、今の感じは良かった気がする。一触即発の緊張感は出せた気がするわね。戦上手の武将同士、戦場で出会えばきっと戦ったはず。ありがとう、神楽さん。信長と出会えたことで元就の新しい一面が見えたわ。私も元就と出会えて楽しかった。元就と信長、相入れない二人だけど、戦場以外で出会っていたらどうなっていたかしら。じゃあ次はそのもしもを演じてみる？いいわね、やってみましょう。歴史にはいろんな可能性がある。元就は天下統一を狙っていたかもしれないし、信長は本能寺の変で死ななかったかもしれない。日本史の教科書とは変わってしまうけど、私はいろんな元就、いろんな信長がいていいと思う。さあ次はどんな元就を演じてみようかしら。一つずつ片付けていこうね。ほらほら、達成するとご褒美でいいものもらえるみたいだよ。じゅんなちゃん、ハッピーバースデー。お風呂好きのじゅんなちゃんにはバスグッズをあげちゃいます。これでリラックスしてね。